この時間は知的障害のある方が参加する国内最高峰の陸上大会2019日本 ID 陸上競技選手権大会の模様を埼玉県熊谷市の熊谷スポーツ文化公園陸上競技場からお送りしてまいります。解説陣ご紹介してまいりましょう。まずはこちらの方、日本知的障害者陸上競技連盟理事長でいらっしゃいます井上明宏さん。そしてゲスト解説としては2008年北京オリンピック 4×100m リレー銀メダリストの塚原直樹さんにお越しいただいております。さてトラックにおいては男子の1万メーターが今スタートしたところです。ご覧のように日本記録は岩田裕樹が持っていまして31分18秒51、まあ、こちらを目指しての戦いということになるんですかね。まあ、こちら先ほど言いましたように、あの金子涼君、まあ、フルマラソンの世界記録保持者、本日も出ておりますし、あの昨年初めてですね、あの世界ハーフマラソン、アイナスの主催の世界知的障害者ハーフマラソン選手権で、日本が初めてですね国別対抗で金メダルを獲得したんですが、ですよね、そのメンバーがあの今日出場しておりますね、うん、これも先ほど男子 1500m に続いて非常にあのこういいレースが期待されますね、はい、現在男子1万メートル決勝のスタートリストが出ています。さて今スタートを切って1周目なんですが、まあ、これからおよそ30分ですかね、それぐらいの時間の戦いがこのトラックで繰り広げられるということになってきます。注目の金子涼はゼッケン280番をつけています。先ほどお話に出ました第7回アイナス世界ハーフマラソン選手権大会国別対抗の部で、日本は優勝したんですか。そうですね、初優勝して、はい、こちらは昨年の11月26日、はい、ポルトガルのエヴァンで行われまして、ゴミ、小林、ヨムラという3選手でこの優勝を果たしたということでしたね、はいはい、あの今さて1万メートルの決勝2周目に入ったところなんですが、トップを行く選手がゼッケン16番をつけている選手です。福田君ですね、はい、西九州福祉会ですね。ゼッケン16番の福田が今、はい、先頭で、まあ、集団を引っ張るような形で駆け抜けていきました、はい、現在6000m まで行っているようですね。 6000m をトップで19分04で通過していったということですが、塚原さん、この辺りタイムに関してはいかが印象を持たれますか。はい、いや逆もう僕はこのぐらいのこう真ん中過ぎてこう中盤こう後半になってきて何を考えているのかなというのは非常にこうちょっと個人的に聞いてみたいなというのはあるんですけども、どうでしょうかね。やっぱこれは引っ張る選手とこうついていく選手でこうしのぎ合いがあるんでしょうか。そうですね、まあ、長距離は、はい、まあ、あの自分のレーススタイルっていうのがあって、はい、まあ、多分福田君はあの先ほど言いましたように先行逃げ切りだと思うんですけど、今見るとあの少し落ちてしまってあの2番手だった木村君、はい、森田君あたりが今先頭行ってると思いますので、さて今手元の情報なんですが 6000m を通過した時点での順位をご紹介いたします。まず森田和弘がトップで行ったようですね。それに次ぐのが木村、それで3着で福田が行ったようですね。3000m の残りをもう切っているという状況なんですけども、木村君は今給水取ったんですけど非常に取り慣れてないのか、かなりペースがちょっともったいなかったですね、ペースが乱れてましたか。今急に上げてますけども、あの急に上げるのが後半どう響くかというところです。今コーナーの出口に差し掛かるところが先頭集団ですよね、はい、8000に届くと
というところまで来ています。そうですね、あと3周ここを通過してあと3周になりますね。あと3周、はい、表示出てますね。はい、まあ、2人ともちょっと、ロングスパートに入っているような感じですね、はい、3周ですから、まあ、森田君が会長に行ってちょっとあの2番手の木村君を話しかけてくる感じですよね、はい、赤の2号の金子が、はい、あの森田君が金子君を1周差つけましたよね。あ、そうなってますか、はいはい、いやもう独走状態と、はい、そうですね。で今金子君があと2周なんですねこれ、はい、で最後の1周に入っていきました、はい、森田です、はい、森田とは約80メートルぐらい差がありますので、ええはいはい、会長にスピード落ちてませんね。上がってますね、はい、しっかりと腕も振れています、はい、しかし大会記録はいけるかな、出るかもわかりませんね。32分21秒70というのが大会記録なんですが、はいはい、ぐんぐん上げてますよね。まあまあ、まあはい、ここは大会記録との大会記録いけそうですね、はい、戦いになりますが、この最後のホームストレートをしっかり駆け抜ければ期待できますね、はい、31分台さあどうだ、うん、これは大会記録でそうです。行きましたね、出ましたね。本当32分を切って行きました。31分台行きましたね、はい、32分を切って31分58秒64ですね。今1着でゴールを切りました、はい、今2着の木村が入りましてね、1着の森田和弘、はい、あ今3着の福田君が来てますね。ベテランの福田ですね、はい、32分台ですね、はい、森田が大会新記録を出しました。いや、まだ。そして男子の1万メートルの決勝のリザルトはこちらです。優勝1着は森田和弘、31分58秒64という記録。